皆さんこんにちは。ゴジラマニアの私が話題沸騰のゴジラマイナスワンを見てきましたのでレビューしたいと思います。それでは最初に結論です。最高のゴジラ映画でした。7年ぶりの国産実写ゴジラです。こんなゴジラ映画を見たかったんだと長年のファンが思う最高の作品となっていました。現代未来を描くことがあったこれまでの作品に対して過去を描く本作は私たちが体験したことがない世界を見せつけてくれました。ツッコミどころはたくさんありましたが、ゴジラが街を破壊する描写があればそんなことはどうでもよく非常に満足できる作品に仕上がっています。新ゴジラでは得体の知れない無機質なゴジラが存在する恐怖がありましたが、本作では生物として襲いかかる恐怖を描いています。山崎監督の永遠のゼロやアルキメデスの対戦とも通じるシーンがあり泣ける作品となっています。家族愛や人々の結束を深掘りしていて、ゴジラがよりドラマチックなストーリーに昇華しています。まだ見ていない人がいればゴジラ好きでなくてもぜひおすすめしたい作品です。それでは具体的にどこが良かったのか、そしてイマイチな点をここからはネタバレを入れて話していきます。まだ見ていない人は気をつけてくださいね。ではまず良かった点から。戦後間もない何もない日本にゴジラがもし現れたら人間はどう対応すればいいのかというコンセプトです。これまでにない斬新なものでそれだけでも見たいと思いました。昭和の描写力はオールウェイズ三丁目の夕日の経験が存分に生かされていてとても見応えあるものになっていました。次に従順高尾の登場です。日本海軍の従順教官ですが太平洋戦争で活躍して終戦後もしばらく現存されていました。そんな大型艦がまさかゴジラと対決するとは思ってもいなかった。マニアの私からすると興奮しっぱなしでした。これも戦後を舞台設定にしたことから実現されたことです。そんな希望の星だった高尾が瞬時に沈められた時の絶望感といったらなかったです。ゴジラの強さを引き立てる役になったところも見どころです。次に神木隆之介の演技力がとても良かったです。自分の責任で仲間を殺され愛する人までゴジラによって奪われた男、その悲壮感や辛さが画面越しからもよく伝わり感情移入できました。なぜ彼がゴジラに復讐したいかという心理描写も丁寧に描けていたと思います。最後は映像美と音楽の臨場感、 IMAX で鑑賞しましたがゴジラの危機迫る迫力や怒号の臨場感はハリウッド版にも決して負けて羽織らずゴジラ史上最高に感じました。また人の目線から見たゴジラを描いているので距離が近い、まるでその場に自分がいるような感覚に陥ることができて恐ろしさがよく伝わり手に汗握るシーンとなっていました。それではここからはイマイチだった点をお話しします。ゴジラの登場シーンが物足りなかったです。もちろんゴジラが登場するシーン自体はとてもいいもので、海のシーンや銀座を破壊するようはとてもハラハラドキドキしました。ただ海でのシーンが多く陸上を歩くゴジラがファンとしてはもっと見たかったところです。また冒頭ゴジラが登場するまでがあっけないくらいに早くもう少し期待感を持たせる演出をしてほしかったのが惜しいと感じました。次にゴジラシーンとは相反した人間シーンの稚拙さと読めてしまうストーリー展開。まず本作は冒頭に神木隆之介演じる敷島がゴジラと遭遇するところから始まります。そのゴジラの恐ろしさに体が震えゼロ戦の機銃を撃てず倒す機会を失い仲間を殺されてしまいます。ですがそもそも敷島がまだ弱かったこのゴジラを撃つことができていればその後の悲劇は起こらなかった話ではと思ってしまいます。他にも浜辺美波演じる大石が銀座でゴジラにより吹き飛ばされ命を落としたと思われるシーンがあります。その時の敷島の行動があまりにも不可解です。大石を探すこともせず遺体も見つからないのにあっさりと死を受け入れていました。これはラストに生き残っている可能性を示唆しているのではと思っていたら案の定でした。ストーリーも簡単に読めてしまうところは残念でしたね。良くも悪くもこれまでの山崎監督の集大成となっていると感じます。真新しいストーリーラインはなくどこかで見たことがあるような展開が多かったです。人間のシーンはゴジラシーンとは別物と感じるくらいにハラハラする場面は少なかったのでもう少しその点の演出を詰めていれば全体としての完成度も上がったと思います。ではラストシーンについての考察をしてみたいと思います。見事にゴジラを撃退する作戦が成功し
相模湾に深く沈んでいったゴジラですが、最後に粉々に砕けたかけらが再生するようなシーンがありました。これは第1作目の初代ゴジラへとつなげる伏線として、ゴジラは死んではいないというつながり、あるいは山崎版ゴジラの続編を匂わせるラストになっていると思います。そして無事に敷島は大石と再会し、ハッピーエンドとなった最後、カメラは大石の首筋に近づき、そこには黒い傷のようなものが広がっていたことに気づきましたか。これは様々な考察ができると思いますが、私は大石は長く生きることができないことを示唆していると感じました。ゴジラの放射能によって被爆していることを表していると思います。ではなぜそのようなシーンを最後に入れる必要があったのか。これは単純なハッピーエンドで終わらせるのは見ていて面白くないという山崎監督なりのダークなラストにしたかったからと感じ取れました。あるいはゴジラは核や戦争を代弁しているものと監督自身もおっしゃっているので、戦争を終えた日本で今も戦争被害に苦しんでいる人は存在しているというメッセージなのかと考えます。皆さんはどう感じましたか。ぜひコメント欄で教えてくださいね。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。